グリーンパトロール一級建築士のよっちゃんです。暴走対策ウッドデッキ工事、雑草がなくなり快適なドッグランが完成。ウッドデッキでお茶を飲んだり本を読んだりしたいとご希望がありました。手すりを高く設置してリンチからの目隠しになるように計画します。目隠しフェンスは椅子に座ってリンチからの目線が遮られる高さです。ウッドフェンスを設置して囲っている範囲がワンちゃんの放し飼いスペースです。ウッドデッキ下は防草シートを一面に貼っているので草が生える心配はありません。防草シートを敷いた上にウッドデッキを設置すれば雑草対策にとても効果的です。ウッドフェンスで囲った空間はプライバシーが保たれてとても快適です。フェンスの隙間は外からの視線がカットできて風通りが良くなるように寸法を決めました。周辺環境に合わせてウッドフェンスの寸法を決めていきます。グリーンパトロール社長の刈谷です。私が親切丁寧にアドバイスいたしますのでお気軽にご連絡ください。フリーダイヤル0120-041-301です。お電話お待ちしております。